機械が一つ一つ正確に荷物を積み上げていきます。この機械に内蔵されているソフトを使えばシステムの設定時間が40時間から4時間におよそ 90% も削減できるということです。岡山県内の優れた技術や製品が大集結しました。今回で10回目となる展示商談会岡山テクノロジー展です。ものづくり企業の活性化を狙いに毎年行われているもので、今年は217の企業などが出展しています。岡熱工業の最新の草刈り機マイラボです。タブレットでエリアを指定すれば AI が搭載したカメラで人や木などの障害物を検知して避け、自動で草刈りをします。労働力の軽減、もうこれが一番ですね。今後はもうこの AI なくしてはこういう商材はありえないと思うんで。多くの企業が参加して行われるテクノロジー展、最新技術の PR はもちろん、企業同士のつながり、いわゆる B2B の裾野を広げる役割も担っています。毎回毎回新しいつながりや発見であるとか、いろんなものありますので、これからも続けて、出していきたいなとは思っております。展示会には県内の工業系の高校など21校からおよそ2400人の生徒も参加し、地元のものづくり企業の底力を体感していました。人間の速さだったらできないんで、機械にしかできない、すごいなと思います。今日の体験を得て、その幅が広がったっていうか、自分の進路を考え直すきっかけにはなったのかなと思いました。主催した県はこのイベントを通して企業の販路の拡大やさらなる技術開発を後押ししたいと話します。それぞれの会社が自分たちのこれまでの殻を超えて成長をしてくれることをぜひ応援したいと思っています。テクノロジー展は明日も開かれ、来月26日まではオンラインでも製品などが紹介されているということです。